断捨離したいんだけど、うん、時間がないっていう答えが多いっていう話が出たんですけど、はい、この「時間がない」って言葉が案外口癖になっている場合が多いんですよね何がどのように時間がないかって、うん、まあ口癖だから考えずに出てる言葉なんだけど <laughs>、はい、もし自分が,時間がない「時間がない時間がない」と言ってるならば、うん、実際「24時間」は必ずあるわけだから、はい、何がどういうふうに時間がないかっていうことを、はい 正確に把握する必要はあると思うんですねうん、うん、これ言葉がね取り歩きしちゃうというかな、はい、この時間がないっていう言葉の中にいろんな意味があると思うんですね、はい、これ時間がないって便利な言葉で、はい、断る時にあ、私ちょっと時間がありませんもので失礼いたしますっていう言い方もできるし <laughs>、ねはい、時間がない時間がないっていうことで 自分自身がとても忙しい人間でね、はい、こう重要な人物だっていうアピールになることもあるしねあるいはその時間がないということで自分を守るというかなうん、うん、エクスキューズすることもできるし、はいはい、実は同じ「時間がない」という言葉でも、はい、いろんな使い方をね無意識のうちに私たちはしてると思うんですよね言われれてみればそうですね。うん はあはあ、とても便利な言葉です、うん、でその便利な言葉が口癖になってしまってたらねその無意識な口癖で自分も影響を受けちゃうから、はい、時間がないって言葉を使うなとは申し上げてるんではなく、はい、使ってる時はどういう気持ちで自分はこの時間がないと言ってるんだろうかって意識していくと面白いかなと思うんですよねね、はい、的に使うううってていうかなじゃあ、ね、きちんと整理ししみましょうね。はい この「時間がない」という言葉なんですが、うん、やらなきゃならないことがいっぱいあって、うん、気持ち的にね、うん、押しつぶされているような状態で時間がないと言っているのか、うん、それともやりたいことをばかりやってて、うん、生活において必要なことやらなきゃならないことの時間がなくなって、うん、時間がないと言ってるのか、うん、この二通りあると思うんですね。 ああ、えー、えー、どうだろう。いや、私完全に後者の方ですね。うん、あの、完全にちょっと言い過ぎですけど。うん 割と気づけばあやりたいことやってたみたいな、うん、そうやりたいことを優先してしまってていやいやいや本当にやら生きていくためにやらなきゃならない日常の営みを後回しにしちゃってそう土壇まで長尻合わせで合わせられなかったみたいなこととかありますねだからねここは踏まえておく必要がありますねどちらにしても一つの言葉時間がない言葉で、うん 止めちゃってるわけだから、それでは解決法にはならないんですね。はい。結局時間がない時間がないっていうのを口癖のようにぐるぐる言ってるだけで、何の解決法もない。時間がないことの中身のきちんとした把握っていうのはね、ここが一番肝心ですよね。はい。だから前者のね、そのやらねばならないことで押しつぶされてる人っていうのは、もう実際本当にやるべきことがね、お仕事とかね、わかんない介護とか子育てとかでパツンパツンにあって。 でやりたいことで本当に使う時間がないような気持ち、うん、そういう意識になってるっていう辛いですよねだからまあその2つがあってでも言葉としてはね時間がないって言葉でコーティングされちゃってる感じというか,うう、うん、かグズ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 ,グズ、ね、楽なことばっかりしてて、はい、あっ この時間までに、これやらなきゃいけなかったのにって<う>い。いうふうな時間がない。と<う>は全然質が違う。違いますよね。うん、もうなんか変なことで、ネットとか見てて、あ、なんかネット見てるのに、もう三十分も使ってたみたいなね。そういうのありますよね。ね三十分で止まればいい方ですよね。まあ、ちょっと甘く言いましたけど。<laughs> はい、はい。まあ、だから、つまり、その時間がないっていうのが、結局思考停止の言葉だっていうことですね。うん、すね、解決思考ではない。うん、解決していきましょうよ。でもね、先生、そうそう。だから、今日のテーマ活用。 教術なんでねうん、うん、具体的なそのどうやってその時間を活用していくかっていうのを、うん、ぜひお話を伺いまし、ね、活用っていう言葉にはまだ抵抗があるんだけど <laughs> <laughs> いやそれは私自身がそんなにね活用しきってるかっていう自信がないせいもあるんだけど、うん、でもや,やっぱりねここで終わらせるわけにはいかないのでね、はいはい、どうやって24時間の中身を自分が意図的選択的に満たしていくかっていうスタイルはね、はい やはり確立していいいきたいなと思います、はいはい、いや先生お話聞けば聞くほどねあるのにないっていうのはあの洋服ダンスの話と同じような気がしてきたんですけどそうですよね、えー、全くその通りでねこの時間って実はこう説明するのは難しいつかみどころがないじゃないですか。うん、いまあ空間 もみどころなないいんですよ見えから空間だけでは意味なさないし時間だけでも意味がなさないのでね空間とものとの関係時間とこととの関係ねとの関係を私たちは捉えていかなきゃならないのでそもそもこういうことね時間というのはその時間を潰してるのか何かで埋めてるのか 何かで満たししてるのかこれ大きく違うででょ同じ24時間でもそれを分かりやすく洋服ダンスに例えてみるとはい、はい、その洋服ダンスの洋服をどんなものでいっぱいにしてるかと実は一緒でね、はい、例えばどうでもいい着も,もしないどうでもいい服でクローゼットをという空間を潰しているのかそれとも「 着たくなないいってうのか着るべきだ着なくてはならないという思い込んだ服でそのクローゼットの空間を埋めているのかいや着たい服私はもうお気に入りの服でこの服が着てどっかに出かけたいんだっていうそういう服で満たしてるのかこの様子ででかるしょ時間を視覚化してみると洋服ダンスという空間を潰してるのか埋めてるのか満たしてるのか。潰潰すすす埋める満たは 無無意識無自覚のなんか適当なつまりゲームを楽しんでるんじゃなくて、うん、まあゲームでもするかみたいな形で時間を潰しちゃってるような感じでね、うん、でもちろんそれが楽しくて楽しくてっていうならその同じゲームでも質が違うのと一緒でねそれは着たい服だったりするけどねそういう視覚う化してみると面白いかなとは思うんですよね。例えばクローゼット埋めててる服っっいううのはさっきで言うとその着な、うん きゃなならない服例えばまあ、うん、働いてる人でちょっとシャツがついた服を着なきゃいけない人がいたとしてまあそんなに好きでもないけどシャツの服がいっぱいあるような感じだからお仕事が予定がいっぱいあるような。べきとかねばとか思ってるそういうまあ同じ服でもあこの服を着て仕事に行くと、うん、こうテンションが上がるのよっていう感じで。うんうん あるならばそれは満たしていることになるよねだからそこの住み分けは難しいんだけど,ど、ね、結局その心のありよう、はい、クローゼットの服との関係心のありよう、はい、時間をに詰めていく入れていくことと、はいはい、自分の心のありようで時間は全然違ってくるということクローゼットの空間が生きるのか、はい、クローゼットの空間の中の洋服が生き生きしているのか、うんうんうん それと同じように、時間という空間が、どんなものでいっぱいなのか。で、はい、時間が生きてる度合いが違ってくるなっていう。<ー>そういうイメージ。そうですね。うん、なんかでもちょっとわかりましたね。うん、ね、一時間なら一時間っていう時間があって、うんうん、だら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 してたら、うん、結局。無意識無自覚の服が詰まってるクローゼット状態っていうか。つい時間って流れてるから、うん、そういうふうに、こう。 あの色っていうか形っていうかねもの、うん、みたいに捉えることはできないんで流しちゃってますけどそれぐらいちょっと意識的に時間を俯瞰してみるっていうかだからあそうか時間を空間になぞらえるっていうのはちょっと俯瞰するような感覚ですね。すねす DVD 付き断捨離入門講座ははや書店ではお買いい求めいただけませんスマートフォンでご覧の方はどうぞ概要欄からお申し込みください。 そしてテレビでご覧の方はこちらの QR コードからお申し込みいただけますお待ちしていますありがとうございます YouTube をご覧くださりありがとうございますぜひ高評価とチャンネル登録をお願いしますさらにお得な情報はここからゲットしてくださいね